君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。世界はプラスチックにあふれてる。なんとかしなきゃと言われていますが、我々は正しく努力できているのか。そもそもプラスチックはなくしていくべきものなのか。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は海洋プラスチック問題の本質について、義歌大建築都市システム学系井上貴信先生に聞きます。海洋プラスチックっていうのはどういうものなんですか？海に漂っているプラスチックのことを総称して海洋プラスチックと言っています。これは問題なんですね。はい、その海に浮かんでるプラスチックを、海の動物とか魚ですね、哺乳類とか魚とですね、それが、体内に取り込んで、影響を与えているのではないかと言われてます。特にその中で大きなプラスチックについては、ウミガメの家の中から出てるとか、ビニール袋が検出されるとか、そういうので言われてるんですが、それが小さなプラスチックについても同様に影響してるんじゃないかというふうに、言われていて、実際に海の中で、観測するとそういったものが多数浮かんでるということが分かってきています。はい、大きなプラスチック、小さなプラスチックっていうのは、はい、物理的に大きい小さいっていうことになるんですか？今のところ物理的な定義でマクロプラスチック、マイクロプラスチックというふうに呼んでます。あ、なんか聞いたことありますね。はい、マイクロプラスチックっていう、はい、海の中で揉まれてるうちにちっちゃくなる、なって、砂浜に打ち上げられて、砂を砂 と、一緒にこうふるいにかけると、その中からプラスチックだけが見えてくるとかですね。ああ、そうですよ。はい、大きいのももちろんね、ウミガメとかの体に影響するんだけれども、はい、小さいものを魚が食べて、はい、その魚をまた魚が食べてやがては我々が食べることになって、はい、健康被害が心配だっていう、はい、あれですね。はい、プラスチックっていうのは生産するのは人工物ですので、人類が生産していて、使ってる場所の大部分は陸地にあると。なので陸地から海の方に流れていって、海にそういうものが蓄積しているということです。でプラスチックについては、自然界では分解されないということで、流れ出たものがずっとその海のところにだんだん溜まっていって、一説によるともうじきプラスチックの量が海の魚の量よりも多くなるとも言われています。重量の重量で海で魚よりもプラスチックの方が海で多くなると。そのプラスチックはもう紛れもなく我々人類が作ったもの。そうです、作って、それを川とかいろんなところから風とかと海の方へ、流れていったというものになります。はい、まあ、ですから我々はできることといえばレジ袋を削減したり、ファーストフードのお店のストローが紙になったりとか、はいはい、そういうことが実際行われて頑張ってはいるんですけどね。はい、ただそれもその象徴的にそのストローが問題視されたりしてますけれど、使用するということとプラスチックを使用するということと、それが海に流出するということは分けて考える必要があると思います。で家の中でプラスチック、どれがプラスチックかってなかなか見つけられないかもしれないんですけれど、ありとあらゆるものにプラスチックが使われてます。まあそうですね。まずテレビのリモコンとかプラスチックですね。はい、でそれから着ているもの、木綿と毛以外、ウール以外は合成繊維というのはプラスチックですね。ポリエステルとか。そうですよね。ポリエステルとかもプラスチックの一種なんですね。一種です。はい、なので、それが、家庭でも洗濯をすると洗濯機の中で糸くず取るものがあるんですけど、それで取れないようなものは、そこで取られずに下水に流れていきます。でそうするとその下水を通して海まで続いていくので、
そうか、具体的にそのプラスチック海に行かないようにねっていうことは、じゃあそういう合成繊維の服を川とかに捨てないようにしようね、海に捨てないようにしようねっていうのはもちろんなんだけれども、はい、それ以前の問題で洗濯すると糸くずのように粉のように捨ててるわけなんですね、はい、量は1回では少ないかもしれないんですけど、それに人口をかけて、1年にどれだけかというふうにかけていくと、それはそんなに今合成繊維の服が世界中どれぐらいあるか分かりませんが、はい、それが毎日お洗濯されてるかと思うと、はい、それはそれなりの量になりますよね、でそれを実際に下水処理場でどれだけ入ってきて、そこでどれだけ処理のところで水の方に行かないかとかいうことも、そういう研究しているグループもあります。あ、そうか、そのままお洗濯の水がダイレクトに川海に行くわけではなくて、はい、一回下水処理されるわけなんですよね。ですね、それも下水処理場に行く場合はですね、あ、行く場合は、はい、まだその、浄化槽の場合だとあまりそれがうまく処理されなかったり、うん、単独浄化槽というのをまだ使われていると、雑排水は処理されずにそのまま川とか側溝とかに行って、川に行くということになっています。あ、じゃあとりあえずレジ袋をやめようとか、ストローを紙にしようとか言っても、もっとバックには莫大ないろんなプラスチックの要素っていうのが川や海に出るよっていうことですね、はいはいはい、なのでそういう、ストローのこととかレジ袋のことをきっかけにして、プラスチックのことについて、理解してもらいたいなという意味では、理解するようにするためにはそういうことも必要かもしれないんですけれども、うん、じゃあ実際に、レジ袋をやめたんで海洋プラスチックがどれだけ減ったのかって言われると、うん、それはちょっと何かあまり、はい、効かないのではないのかなとは思いますね、はい、というのはレジ袋で配られた袋がそのまま、海に行くわけじゃなくて、大部分は別の用途に使われて、うん、あるいは、ゴミとしてしっかり処理されているはずですので、うん、はい、環境中には出てない量が結構あると思う、そちらの方が多分大部分だと思います。そうですね、はい、ファーストフードのプラスチックだったストローも、プラスチック製のレジ袋も、はい、ちゃんとプラスチックゴミに出したりとか、はい、焼却したりとかしてましたもんね、はい、それをやめるっていうことにどれぐらい意味があるかっていう、そういうことですね。海のプラスチックを考えたらですね、うん、海に出てくるプラスチックの量を考えた場合にはどれだけそれが意味があるかなというのは考えてもらった方がいいかなとは思いますけれど難しい問題なんですこれも。比較しようと思うと、いろんな調査したり研究がしなきゃいけないので、感覚的にそういう言葉で言うことはできるんですけど、それを実際に何トン減りましたとか、レジ袋で配られたうちの何トン、何パーセントは焼却されて何パーセントが、海に行ってるかとか、そう言われるとどうやって求めるんでしょうね。そうですよね、どうやって調査するのか、はい、レジ袋一つ一つ追跡調査するわけにもいきませんしね、はい、なのでなかなか、こういう、調査結構大変で、データ出てくるのはなかなか後にならないとこういう結果というのは出てこないと、まあ、でも僕らとりあえずそういう環境問題について耳に届くのは、ストローを使うのをやめましょうとか、レジ袋をやめましょうとか、そういったことなんですけどね、なので、2つあってですね、1つがその今プラスチックの問題がこうクローズアップされてるんですけど、もう1つ化石燃料の使用量を減らすという意味ではそのプラスチック類を削減していこうというのは、正解ではあるんですけれども、ただ、我々が使っているプラスチック類と化石燃料のうち燃料として使っているものとか、それから比率から考えると、その、使っているプラスチックを減らすことには意味があるんですけれども、それの影響というの、減らすことの影響というのであれば、発電とかですね、ガソリンの燃料とかそちらを減らす方が効果は大きいとプラスチックの材料も石油なんですね、はい、でそれとこのプラスチックの、ゴミとして、海洋に出るからプラスチック削減しようというのはまた別問題として考えた方がいいかなとは思いますね。でプラスチックとして出るということを考えて、じゃあなぜストローかっていうときに言われるのが、
1回の使い捨てだからって言われるんですよね。スプーンとかレジで、あのコンビニでもらうスプーンとかですね、プラスチックが1回で使い捨ててしまうプラスチックだから、それは使わない方がいいんじゃないかというふうに言われるんですけれど、すぐゴミになりますからね、はいはい、でそれでいくとですね、今ゴミを家庭から出しているゴミ袋もプラスチックなんですよね、うん、あ、そうですね、例えば豊橋市指定のゴミ袋というのはありますけども、はいはい、あれも紙袋にはしてませんもんね、はい、でしかも1回使い捨てですよね、うん、ゴミを捨てるための袋ですからね、はい、でもそれは焼却場に行って、しっかり焼却されるので、うん、海には流れ着かないから、あの海洋プラスチックの、元としてはほとんど関係ない、まあ、よっぽどあのゴミ収集車からコロンコロンって転げて、はい、それがドブにはまってとかなければ、はい、そうですよね、はい、なのでその海のプラスチックを減らすためにプラスチックの使用量を減らそうというのは少し観点が違うのかなという気がしていますね。あの少しあの使わないようにすればそれ分削減されるのは確かではあるんですけれど、うんうん、それがどのぐらい寄与しているのかなというと、うん、そういうところに あまりこだわるというか、そういうところのにあの、うん、だけを考える必要もないような気がします。ですからどういうことをした方がいいのか、家の中でそういうことをするのがいいのか、それともあるいはあの河川敷の、ゴミを拾うとかゴミゼロ運動に参加して街の中のプラスチックを拾ってちゃんと焼却とかそちらの処分の方に持っていく方がひょっとすると大きな削減効果につながる可能性もあります。川や海に行くのがまずいっていうことを考えるんだったらそうですよね、はい、よっぽど川や海にあるプラスチックを拾った方がいいんですけれども、まあはい、ちょっとそれ労力がよいしょっていうのが必要なので、はい、どうしてもやりやすい、せめて家庭で使うのを減らせば、海や川に転がってるプラスチックというのも減るんじゃないかという発想ですよね、はい、まあ、あの取り組みやすいところから取り組んでいくというのもあるいはあるんですけれども、どうしてもそのマスコミで報道されたりするとそちらの方に流されてしまって本質がなかなか見失われてきているのかなと、まあ、僕らどうしても情報源はマスコミだったりするので、こういうことが起きてるよってドキュメンタリー番組でショッキングにやられると、あ、じゃあそれとりあえずせめてうちからそういうことしていこうかなとか、お店なんかでもじゃあそういう取り組みをやってるところを利用するようにしようかなっていうのがいいような気がするんですけれども、あんまり意味はない時もありますね。でそれで、ちょっと昔のことを思い出してもらって、うん、環境ホルモンという言葉昔聞いた記憶があるなという、懐かしいですね、なんかこのコーナーでも環境ホルモンの話題が出て、そういうホルモンはないよっていう話を先生に教えていただいた記憶があります、はいはいはい、それもあの内分泌撹乱化学物質とかいうと、まあ、精神は言うんですけれども、うん、塩味が悪いとかですね、それからあのカップ麺の容器が悪いとかですね、そうでした、そうでした、それ使わない方がいいと言われてたんですけれども、うん、実際それで、人体にあるいは子孫に影響が及ぼされているかというと、そういうことはまだ証明されていない、うやむやだったんですね。証明されてないんですか、はい、高濃度ですれば出てくるというのもあります、うん、でそれから人本当にあの実際に、自然界の生物がそれで影響を受けたのは1例だけあるんですけれども、うん、通常使われているその、我々が使っているカップ麺とかそういったものでから出てくる環境ホルモン、まあ、そういう物質によってそれが環境ホルモンのような作用を行って人体に影響しているというのはまだ分かっていないというか、それであのカップ麺の器も紙になったり陶器になったりすることはなく、今もそのまま使われてますよね、石油製品なんですね、はいはい、で焼却場から出てくるのダイオキシンというのも一時期問題になったんですけど、まあ、ダイオキシンの方はやっぱり毒性があるので基準値が決められているんですが、我々が通常暮らしているときにそれ以上の人体に影響のあるようなダイオキシンをがあの体の中に入っていくことはありえないというぐらいの、まあ、低い濃度だと。ですからその、どんな化学物質でも、突き詰めていけば影響は
あるんですけれども、うん、それがあの通常の環境の中でさらされているときに取り組む量がそれによって人体に影響を与える量なのかどうか、うん、それよりものすごく少ない量であれば、うん、それについてさほど気にする必要はないというような考え方があのリスクという考え方なんですよね。なるほど、はい、だいぶお話が広がりましたけれども、はい、話戻して、はい、マイクロプラスチックの方に行くと、はい、じゃあマイクロプラスチックももしかして、じゃあそれが人体に入ったからといって何っていうエビデンスは別にないわけですか。今のところ私が聞いてる範囲ではないです。あの血液中からマイクロプラスチックが検出されたという話も聞いてます。もう取り込んでるわけですね。取り込んで、我々は、はい、小さなものが。ただ血液中まで入るのはどのぐらいかというと、そうどうなんでしょうねっていうのは私も分からない。それはまた別の専門家がやってることなんですよね。マクロプラスチック、大きなプラスチックを、ウミガメが飲み込んでそれで、死んじゃうとか、死ぬ原因がそう、大きなプラスチックというのはあるんですけれど、うん、マイクロプラスチックが原因で死んだということはまだ報道されてないはずですし、あの科学的にそういうのを見たいないです。もしかしたらあるかもしれないけれども、はい、まだわからないということなんですね、はいはい。マイクロプラスチックっていうのはどれぐらい小さいものなんですか。これがですね、あの皆さんが単位で知ってるのはキロメートルとか、うん、ミリメートルっていうのはわかりますよね、はいはい、でその下にマイクロメートルというのがあって、1ミリの1ミリが1000マイクロメートルなんですね。あ、1000分の1がマイクロメートル、はい、なのでそのマイクロメートルサイズのものをマイクロプラスチックかというかというとそうじゃなくて、うん、あ、5ミリメートル以下なんです。5ミリ以下だともうマイクロなんですか、はい、なので最初そのマイクロプラスチックが研究をしている方々はあの小さなプラスチックという意味でマイクロという言葉を使ったんですね。あ、単位のマイクロメートルではなくて、うん、なので、皆さんが想像しているよりも大きなものからその下にさらにナノプラスチックというのがあって、ああ、マイクロメートルの下の単位がナノメートルなんですけれど、うん、それの単位のプラスチックもいろいろ今、検出できるということで、それはもう本当にナノメートルオーダーのプラスチックなんですね。なので血液にどれだけが入っているか私も大きさ知らないんですけれども、やはり血液の中に流れようと思うとそれなりの大きさ、あの大きなものは入れませんから、うん、その小さなものしかだったと思いますね、うん、はい、それもしかしたらもう先生の体の中にも入っているかもしれないですし、はい、僕の体の中に入っているかもしれませんけれども、はいはい、それが何だって言われるとまだ、あ、それはいかんねえとも、まあ大丈夫だよとも両方言えないわけ、はい、ではない、わからないとしか言えないですね今のところは。だけどそれで死んなくなった方っていうのがこれだけプラスチック使っていて、お洗濯もしていて、そういう人がいるのかなっていうと、うん、いないですよねというかわからないですね。で、まあ、一応僕ら頑張ってストロープラスチックやめたり、はい、あのレジ袋をやめたりとかしてるけれども、はい、もう合成繊維のお洋服が世界にあふれていて、他にもいろいろプラスチックが、はい、あの川や海に出ていってる、はい、どうしようもない原因っていうのはあるんでしょうね。あの多分いくつかあのマスコミにも取り上げられているので、うん、お聞きになった方もいるかもしれないんですけれども、水田で使われている肥料にプラスチックが使われているというのがあります。石油由来の肥料ってことですか。いえ、肥料を、そのプラスチックでコーティングしているという薬を飲むカプセルのような形を考えてもらったらいいんですけれども、はい、一回撒く と、早く溶けるものは早く効きますし、うん、それからそういうものに入っているものはじわじわとゆっくりと出てくるので、時間差で、はい、一回ですからそれを一緒に混ぜて撒けば、それ以上あのもう一回撒くとかそういう労力が ないということで広く水田で使われています。肥料ってタイミングがあって、この時に効いてくれ、はい、この時に効いてくれってあるんですけれども、はい、1回最初に撒くことによってそれをやってくれるという便利な肥料なんですね、はいはい、でそれを今はあの田植え機で田植えをするときに一緒に横に撒くと肥料も撒いてくれると。だから肥料を別に撒く必要がなくて、うん、田植えをすれば一緒に肥料も撒かれるの で、うん、でその肥料が早く溶けるものからゆっくり溶けるものまでいろいろ混ざっていて、そのゆっくり溶けるものはカプセルの中に入っていて、そのカプセルが
プラスチックでできていると。カプセルは壊れずにそのまま残っている、はい、なので、そういうところの水田に行くとあぜから見ると、粒々が残っ て, 粒々が残っていて見える結構大きいんですか。ですね、3から5ミリメートルと言われてます。マイクロプラスチックですね、はい、あ、それきっと流れてっちゃうわけですね、はい、海に、はい、で人がよく使ってるもので、うん、絵とかもののものになると、自動車のタイヤですね自動車のタイヤ、はい、ゴムですよね、はい、と天然ゴムじゃないですよね、今合成ゴムですよね、うんうん、はい、なのでそれも一応大きくプラスチックに分類されますね。もちろんタイヤをその辺の川に捨てるやつ、海に捨てるやつは悪いやつですけれども、はい、普段使ってると摩耗して粉々が、摩耗して減ってくるということは減った分はどっかに行ってるわけですよね。ブレーキかけた時とかで、うん、あのアスファルトと接触してそこで効く時には少し減ってるんですよね。でその減ってるものがプラスチックで分解しないものですよね。消えてるわけじゃないですもんね、はい、もう世界中で今ゴムのタイヤが走り回ってますけれども、はい、それも川や海に行ってるっていうことです、はい、とか、まあ、いろんなものがその原因として、こういうマイクロプラスチックというのが取り上げられたことによって、あのマスコミ取り上げられたことの一つのいいことは、あ、注目を集めることによって研究者も、それについて研究してみようというのも方も増えてくるので、じゃあ発生源が何があるのかというのですね、川で調べるとそういったものとか、あるいはあの人工芝ですね人工芝、はい、人工芝もプラスチックですよね、はい、でそれが、ちぎれますよね、うん、ちぎれたらマイクロプラスチックになりますね、うんうん、はい、そういったものが出てきたりですね。あ、まあ、私の子供があのサッカー、まあ、もう大きいんですが昔サッカーしていて、人工芝のところであの、練習とか試合をして帰ってきたら、あの服に割とついてたんですけどね、あ、人工芝が、人工芝が、うん、そういったのも洗ってたんで洗濯してたんですのは海に行ってたんでしょうね、と思いますね、今だと、今から考えると。いや、でも逆に考えるとマイクロプラスチックをじゃあ減らそうと思ったら今すごいこう研究の要素っていうのは溢れてるわけですね、はい、なのでその中のどこが一番大きい多いんだろうと、うん、で一番多いところを減らすことが、まあ、コストパフォーマンスと我々言うんですけど、あの投資したものに対して、うん、あの研究にはお金がかかるわけですからね。それからあの生活社会でも、減らすためには、コストパフォーマンスを考えますので、うん、どこを減らせばいいかというのを考えると、うん、でそれを考えるためにはじゃあどこから出ていくかということを全部明らかにしていかなきゃいけないんで、もうそれ途方もない作業にはなるんですけどね、うん、それを考えたときにその使い捨てだからプラスチックここやめとこうねっていうんではなくて、川や海に流れていくっていうことを防止せにはいかんねっていうことですね、はい、じゃあ川海に流れているプラスチックはどこから来ているのかというのを調べようと思うと、川や海のそのプラスチックを取ってこなきゃいけないんですけど、うん、マイクロプラスチックの難しいところは粉々になっているので、うん、それから元を推定することが非常に難しいんですね。これの元は何だったんだろうと。素材まで分かるんです、ポリエチレンとか何か素材は分かるんだけど、どこで使われたものだろうかとか、うんうん、そういうのまでたどり着こうと思うとなかなか難しいですね。でその海の方から攻めていくというその、研究もあれば、実際に使っているのがどういうものが使われていて、それから、海の方にあるいは川に行くものは、どういうものがあってそれがどのぐらい行くかというような、研究もありますし、もっと大きく、石油のところから考えている先生もいますし、うん、あの日本全体を考えたり世界全体を考えたり、いろんな研究がこれから進んでいくとは思うんですけれど、その結果が出る頃にはもうマスコミでは取り上げられなくなっている頃かなと思います。いや、あのちょくちょく井上先生のところに取材に来てですね、最新情報を教えてもらおうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、建築都市システム学系の井上先生に聞きました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。天白の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、恒例
今日から使ってほしい技科大業界用語のコーナー。技科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました井上先生の業界用語はマイクロプラスチック、マイクロプラスチックというのは、その反対語にマクロプラスチック、大きなプラスチックということがあります。それより小さなプラスチックということでマイクロプラスチックというふうに言われています。もう一つマイクロには、接頭語の一つで10のマイナス6乗を意味することもあります。キロメートルとかミリメートルとか使うのと同じようにミリメートルの、さらに下の単位、1ミリメートルが1000マイクロメートルになります。そういう意味のマイクロという使い方もするんですけれども、ここで言うマイクロプラスチックは、先に言った小さなという意味での使われ方をしています。なのでマイクロプラスチックというのは今の定義では、5ミリメートル以下、1マイクロメートル以上をマイクロプラスチックと呼んでいます。なので、1ミリメートル以上、2ミリメートルとか3ミリメートルとか大きいものもマイクロプラスチックというふうになります。でさらにマイクロプラスチック以下のものは、ナノプラスチック、ナノメートルですね、単位のものはナノプラスチックというふうに、読むようになっています。テンパクの城技科大、こちらの QR コードからアクセスしてください。このフレーズを1日何度聞くでしょう。とっても便利でいろいろできそうな QR コードですけど、今のところやっていることはアクセスする先の URL をスマホに伝えてるぐらい、アドレス1行分の情報量です。次週4月1日の天白の城は嘘みたいな本当の話、 QR コードに画像データを詰め込むテクノロジー、技科大電気電子情報工学系通信工学がご専門、竹内圭吾先生を訪ねます。お楽しみに。